はい、手のひらゆがとう。もみの木ひかるです。はい、何笑ってんの。今なんかねなんかこの方出る瞬間にねなんかここパシーンって叩きあったんですよ。気合いや、なんなんと思ったらちょっと笑けてきてさ、もうやめてよ、笑かさんといてよ。気合いいるんやで私頑張って、もぬきさん支えなあかん。ありがとう、ありがとう、ありがとう、本当に感謝してるよ。はい、皆様どうもごきげんようでございます。ごきげんよう、うん、はい、それでは本日は、はい、フリートークをしようかなと思います。フリートークいいね。多いね、フリートークね。好きやね、フリートークね。フリートーク好きよ。うん、楽しいもん。うん、やっぱさ、うん、自由じゃないと。そうね。うん、そうね。ありのママの姿見せるのよ。まあ、いつも見せてますけどね。うん、はい、フリートーク。そうね。最近どうですか、宝塚。あ、また来た。また来た。これ本当に皆さんね、あの、全然、あの、打ち合わせないからね、うん、急に来るから怖いのよ。そうそう、来るね、すぐ。怖いわ。最近どうって。うん、最近か。チラッと見た、宝塚な。チラッとだけやからね。あ、スカイステージとかね。スカイステージ。神神やないか。スカイステージでね。うん、あのね、うん、岩井マンダラと、うん、プラスワン。プラスワンか。うん。80年代のやつですよね。やつやってたんですよ。うん、やってた、やってた、やってた。ある意味ね、衝撃やったんですよ。あれ、どなたが主演のやつですか？あの、峰谷沙織さんです。あ、でもね、私ね、それね、あの、オフ会に、東京のオフ会に、去年行った時に、はい、去年、はいはいはい、一昨年か、去年か、去年だ、去年だ。うん。行った時に、うん、そのもう、生き字引きみたいなさ、宝塚のファンの方いらっしゃったじゃないですか。そうです ね。いらっしゃいますね。ママルルルで。こらこら。ね。で、その方が、あの、写真を持ってきてくださってて、はい、はいはいはい、姫様がね、うん、すっごい赤い、すごいお衣装着てらっしゃった写真がござったの。だと思う。ね。で、それを見せていただいてて、これは何の作品ですかって言ってたら、あの、岩井マンダラとプラスワンって言われてて、確かね。で、それを何回聞いても私が全然覚えれなくて、3、4回、あ、すいません、これって何の作品でしたか？岩井マンダラプラスワン。あ、そうですか。え、そうね、何の作品でしたっていうのを何回か聞いたのよ。それですっごい覚えてる。で、あ、見なきゃ見なきゃ見なきゃって思ってて、いつか見ようって思ってて、じゃあ、あの、番組表見たら、これやーって、これ岩井マンダラって書いてるって、これや言ってはったやつと思って。まだ私見てないんですけど。私もチラッとしか見てないからあれなんですけど。うん、すごかった？すごかった。何がすごかった？ 80 年代ぶち切り。もうね、すべてが、なんかね、うん、歌も、うん、ダンスも、うん、お衣装も。お衣装もね、もう衝撃的やった。うっそー、ちょっと待って、ちょっと待って。それをね、うん、私もパッてしか見てないから、うん、これはもみのきさんと一緒に見ないと思ったの。え、じゃあ今度一緒に見よう。見て、まだ皆さん、あの、皆様にご報告をね。そうそうそう、ぜひ、あの、じゃあ感想、これは言わないとダメでしょうね。いや、言うても私たち80年代初心者なので、ねえ、ちょっとお勉強させていただきたいよね。もうね、歌とダンスがもう衝撃。どういうことなの？歌とダンスじゃない。歌とお衣装。お衣装。じゃダンスとお衣装。全然じゃん。もう、どれどこになってるけど。ダンスとお衣装。ダンスとお衣装ね。もうね、80年代。あ、でもね、なんかね、想像はつくよ、80。前、TMP やっけ見た時も。はいはいはい、はい。峰沙織さんってあれは。そう、峰沙織さん。そう、平道さんもいましたよ。なんかすごいお衣装のやつあったやん。あ、いや、平道さん。平道さん。平道さん。いや、だから80年代は、はいはい、結構何でもありというか、うん、いろんな、ね、ジャンルに挑戦されてるような、うん、まだあの、そう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 、なんか男女みたいなのが、そうですね、ガチガチじゃない感じなんだなっていうのがちょっとあるから、うんうん、そうですそうですそうです。そういうのもちょっと楽しめるやろうね。はい。え、見る。これはね、見ないとと思った。っていうか、分かった。そんなに衝撃やったら、うん、私一人ではちょっと耐えられないかもしれないから。やっぱ一緒に見よう。一緒に見よう、一緒に見よう。私がちょっとしか見ない間でもすごく衝撃やったから。うん、じゃあすごいよ。すごいと思う。すごいと思う。え、じゃあでも今、もしかしてこれを知ってらっしゃる方っていうのは、うんうん、すごいから見てって、もしかしたらこの画面のね、向こう側で思ってくださってるかもしれないので、ぜひぜひコメントくださいね。あの、ちょっとおすすめポイントとかコメントくださると、すごい嬉しいです。そう。いや、楽しみ。そう。それをね、言わないとと思った。うん、ああ、いいね。見よう。うん。そうそう。楽しみだわ。ね、最近だからさ、うん、スカイステージもいっぱいね、してくださってるからね。80年代とか多いね。うん、多い多い。90年代も、うん。この間バロンの末裔やってたしね、大好きな。やってたね。あ、もう幸せ。もうほんと幸せ。ありがとうございます、スカイステージさんと思って。ハイペリオンとかね。ハイペリオンもね。ハイペリオンもちょっと語りたいよね。ねえ。うん。ミキさんの素晴らしい、あの、海賊の場面ですか？
あのちょっとディズニーランドみたいな場面あるじゃないですか。ディズニーランドみたいなあるのよ。最高なのよ本当に。やっぱりスカイステージさん、うん、スピークイージーと、はい、スピークイージースナイパーやってほしい。スナイパーね、マヤミキさんのさよならやってほしいですので、よろしくお願いします。見てらっしゃったらよろしくお願いします。見たいです。見たいです。見たいよね、うん、ね。そうで、許されるならば、うん、鈴風もや様のグランドホテルもお願いします。 あれは ね難しいよね。あれは難しいかもしれないけどね、うん、見たいわ。私はハードボイルドエッグ見たいです、うん、ハードボイルドエッグも全部見たい、ね、はい、うん、見てないから ね、 ね、でこれはね、いやこれも著作権の関係やと思うんですけど、うん、私はエデンの東をね、はいはいはい、あ、やってない、やってないんです。あれもジェームス・ディーンちゃんでございますからね、マヤミキさんね、エデンの東とミキさんのハウトゥーサクシード、あ、見たい。もう見たいよね。もう震えるぐらい見たいよね。見たい。ハウトゥーサガソジョブ。私の中ではね、結構ね、すぐに再生できるんですよ。ハウトゥー、はじめはメールってやつ。見に行きました、私も。ねえ、最高だったよね。最高でした。アイカミレさん。アイカミレさん、よかったよね、タモさん。で、あの会長 の、 あの、うん、星原みさおさんのね、うん、みんなブラザーみたいな、あれはモグラや、モグラてけてん、モグラオードアイビー負けるな、覚えてる、倒せ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 、社長ちゃうの、会長、社長 か、 か、社長か、社長か、うん、いざしまりすをってハモリパートだ、うん、そんなんでしたね。そうや、そうや、あ、見たいな、あれ音月さんのもやってないよね、うん、やっぱりハウトゥーはね、そう、音月さんのも大好きで、音月さんのは DVD なってましたっけ、 DVD はなってないんちゃう、でもね、前向きさんのビデオはなってるのよ、 DVD なってない、あ、そっか、音月さんなってない、やっぱりちょっとハウトゥー著作権関係難しいのかな、うん、そう、でも見たいですよ ね、 見たいね、もうコメディのね、代名詞たるハウトゥー作詞道ね、そうやったらいっぱいね、昔のちょっとちょこちょこやってほしいよね、うん、もうちょっとね、やってほしい、いろいろね、であれね、うん、まあ、あとお正月に私たち、うん、娘役の紛争をね、そうそう、させていただいたんですけれど、皆様のお正月からお目汚しで本当申し訳ございませんでした。申し訳ございません、本当に。でもね、お優しい方がいっぱい、なんか綺麗ですとかさ、もうね、いっぱいコメントくださって、もうどんだけ優しいのと思ってさ、本当優しいよね、本当にいじってくださるからと思った、もっと、うん、なんかそれやのにさ、なんか綺麗とか言ってくださってね、うん、本当にちょっと手のひら言う子もう少し怪我しとけばよかった。そう、もうちょっとね、なんか突っ込みどころで、そう、突っ込んでほしかったんですけど ね、 ね、思いのほかね、でも可愛かったからね、ありがとうございます、本当にね、なかなかああいうこともねさせていただけないので、うん、もみのきさんありがとうございましたんですけどね、いや皆さんちょっとでも喜んでいただけてたらすごく嬉しいんですけど、うん、でもコメントでね、やっぱり皆さんさ、うん、やってほしいっていうのが分かったね、ああ、うん、いただいてましたね、お化粧とかね、うん、どこで衣装買っておられるんですかとかさ、ね、うん、うん、あのお衣装はね、バラしてしまいますと、うん、まあ、私の着てたドレスは、うん、まあ、ネット通販なんですけれども、はい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 、手のひらさんのね着てたドレスは、はい、実は宝塚のおじい様から譲り受けたものでございました。そうなんや、はい、実は先日ね、なんかたまたま、そう、もみちゃんこれいるみたいな感じいただいて、欲しいですって。おじいさんの着てたの、おじいさんの着てらっしゃったのよ。ありがとうございます、本当にありがとうございます、本当に着させていただきました、ね、皆様の愛によって支えられております、本当本当、うわ嬉しい、またね来年なんか面白いことやりたいよ ね、うんうん、ね、もう来年の話やけどね、ほんまやね、うん、でも1年あっという間ですからね、言うてもね、あっという間、もう私たちも2年よ、そうや、2年、いや来月で2年やで、そうなんですよ、ちょっと待って、これじゃあ来月2年2周年の時なんかしないとダメよね、イベント、そうね、イベント、イベント、イベントね、ライブする、ライブ、ライブね、うん、関東関西の方では緊急事態宣言などが出ておりますっていう状況になっておるので、まあ、なかなか劇場の方に足を運べなかったり、
私たちもねどこまで、うん、あのこういう撮影をしていいのかっていうちょっと悩みどころではあるんですけれども、はいはい、できる限りあの皆様と共にね、うん、ステイホームをしつつ、うん、あのお家で宝塚の DVD を再生しまくりつつ、はい、あの妄想を膨らましつつこの期間にねあの次皆様とお会いできる時のためにダイエットなんかもしつつそうね綺麗よねだって B やから今年 の, あの目標の漢字一文字そう漢字一文字 B なんですよね、うん、だからあの皆様と B を追求しつつそうあのいろんなことを、うん、あの前向きにね、はい、取り組んでいけたらと思いますので、はい、あの一緒にステイホーム楽しみましょう、うんうん、はい、はい、それでは手のひら優香ともみの木ひかるでございました。はい、皆様ごきげんよう。あったかくしてね。美味しいもの食べてね。免疫力上げようね。